はい、毎度おなじみ天の声エ、今回は埼玉県川越市にあります2代目江戸さんでトリプル唐揚げ定食に挑戦した時のやつ。あ、2代目江戸さんといえばね、もう知る人ぞ知る超有名なデカ盛り店でして、まあ、このね唐揚げ定食トリプルも、まあ、文字通りね普通のね1人前の唐揚げ定食3個分の大きさのはずなんですよ。まあ、それがねご覧のありさまということから、もう大体ねこのお店がどういうお店であるのか皆さんね経験上予想がつくんじゃないかと思います。まあ結論から言うとね、このお店こんなんばっかなんで、まあ、今回はねこの岩山を攻略しつつ、まあ、デカ盛り店おなじみツッコミどころしかないメニューたちについても紹介していきたいと思います。それではどうぞ。いただきます。はい、ってことで早速唐揚げ定食トリプルを食べていくんですけど、まあ量やばいですね。あ、冒頭では申し上げたようにこれ設定上ではね唐揚げ定食ノーマル1人前3個分なんですけど、どう考えては10人前はあります。しかもね量だけじゃなくてね、もう唐揚げ自体もでっかいんですよね。あ、僕ね一般的に出回っている大体の唐揚げは一口で食うんですけど、まあこの唐揚げに関しては、まあ、一口で食おうと思ったらもう顔面変形しまくったんで自重しました。まあ、そしてねただでかいだけではなく味もめちゃくちゃうまいです。この二代目江戸さん、いろいろとね、まあ、提供されてるんで分かりにくいんですけど、実はね、もともとラーメン屋なんですよね。で、まあ、そのね、ラーメンに使うタレをしっかりと漬け込んで味付けしたのが、この唐揚げです。癖になる甘辛いニンニク醤油ベースの味付けに、サクッとした衣とジューシーな肉汁が、持ち前のボリュームでさらに破壊力が増幅されており、そのあまりの噂にラーメンよりも売れるようになってしまったという歴史があります。ちなみにね、今回の二代目江戸さん、多分ね、視聴者様もよくね大食い系の動画ご覧になられる方ならご存知かと思うんですけど、まあ、超がつくほど有名なデカ盛り店です。まあ、なんたってねあの悪名高いデカ盛り戦隊 D レンジャーのリーダーですからね。まあ、ご存知ない方のために説明すると、デカ盛り戦隊 D レンジャーは日本でも有数のデカ盛り店5つが急遽設立した秘密結社で、まあ、メンバーがね D レッド2代目とさん、 D ブラック AQ1 さん、 D イエロー炭火焼き鳥萩さん、 D ブルー戸川さん、そして D ピンク文福飯店さんから構成されております。まあ、この中だとね戸川さんだけ僕のチャンネルではまだ出てきたことないんですけど、まあもうね過去の動画からご存知のように、まあどれも7キロ以上がおやつ感覚で出てくるやばいお店たちです。おそらくこの戦隊を前に勝てる怪獣過去フードファイターはこの世に存在しないかと思われます。まあ、ちなみに AQ1 さんと萩さんを結んだ直線と戸川さんと文福飯店さんを結んだ直線のちょうど交点にねこの2代目江戸さんがありまして、まあ、ここにねワンピースが眠っていると言われています。ワンピースの正体唐揚げ説。おー、まあ、ある意味ね、このデカさだと世界ひっくり返りますし、まあ、発見したらね、涙が出るほど笑うと思いますし、まあ、存在自体がね、まあ、ある種のジョークみたいなもんですから、まあ、言われてみればね、確かに現在判明しているワンピースの情報と妙に辻褄が合いますね。おー、まあ、冗談はさておき、その D レンジャー云々抜きにしてもね、この D レンジャー設立のかなり前、まあ、6年ぐらい前の僕がね、まだ大学生だった頃から超有名なお店でして、まあ、当時ね、YouTuber としてまだ初めて日が浅いラスカルさんとかマックスさんとかがね、もうマジでね、このお店で意味不明なサイズのデカ盛り食べてはる動画見てね、もうすげーってなってましたね。まあ、そんな感じで、まあ、デカ盛り店としてもかなりね、長くやってきてはるだけあって、メニューはね、通常メニュー、デカ盛りメニュー含めて、まあ、全体的に意味不明で突っ込みどころしかないです。まあ、ここからね、その個性豊かなメニューについて突っ込み、いや、紹介をしていきたいと思います。まずはね、あの、デカ盛りメニューですね。まあ、言うて大体全部でかいんですけど、特にやばい四天王と呼ばれるメニューたちがあります。それが、焼肉丼、野菜炒め定食、二代目蝦夷流混ぜそば、そして今回食べている唐揚げ定食ですね。これら共通してサイズがノーマル、ダブル、トリプルの3種類ありまして、ノーマルが大体1弱から 2kg ぐらい、ダブルが2から 4kg ぐらいで、トリプルが4から
から6キログラムぐらいですね。ちなみにノーマルはこのお店でいう1人前で、まあ、すなわちね、並盛りのようなものです。にもかかわらず1キログラム超えてくるのはもうバグでしかないですね。ノーマルとは、どう考えてもアブノーマルでしょう、これ。ちなみにね、なぜ各サイズによって重量にキログラム単位のブレがあるかというと、まあ、それはね、メニューによって各サイズの重量が異なるから、というのももちろんあるんですけど、まあ、それ以上ね、テンスターの手が思わず滑っちゃうことがあるからですね。まあ、ちなみに手が滑るっていうのは我々デカ盛り界の業界用語でして、まあ、テンスさんがついつい1杯、2杯、いや3杯多めに盛りすぎてしまうことを指します。愛情盛りとも言いますね。特にね、天使さんが食べられると判断した場合、この手が滑るスキルの効果が発動する確率と、まあ、効果量がね、もう指数関数的に上昇する傾向がありまして、ノーマルなのにダブルサイズ、ダブルサイズなのにトリプルサイズ級が出てくるなんてことは稀によくあります。毎回量が違うこと自体は、なんならね、身近な牛丼チェーン店とかでも珍しくないんですけど、まあ、ここでね、サイズの垣根を越えて、キロ数単位でブレてくるのが、もうこのねデカ盛り店クオリティですよね。実際ね、今回僕もねパッと見唐揚げトリプル自体は変化が見られなかったんですけど、まあしっかりとねこの頼んだ覚えのない餃子12個とこめかめわかめのハッピーセットが運ばれてきました。ただこれでもね初来店なんで抑えめにされたとのこと、まあ、店主さんをよく知る人もね、あの店主が頼まれた通りの量を出すなんて珍しいとおっしゃってました。まあ、どうやら愛情盛りの方が通常運転のようです。だからなんならね、別に今回もね、頼んだ量通りではないはずなんですけどね。どうやらこのお店では 1kg 未満はゼロに禁じされるようです。さあ、こんな感じでも触りだけでもね、そのヤバさの片鱗が見え隠れしているわけですけど、まあ、こっからはね、そのデカ盛り視点のおのおのについて、ざっくりとね、簡単に紹介していきたいと思います。まず今回食べている唐揚げ定食。四天王の中でもリーダー的存在で二代目のさんの看板メニューでもあります。まあ、先ほどね四天王のサイズは3種類と申し上げましたけど、実はねこの唐揚げ定食にはトリプルをも超える男気サイズがございまして、こちらねなんと推定で8から9キログラムにも上るそう。もうねこの写真見てもらったらわかるんですけどね、おかしいですよねこれ。あまりに全体がでかすぎて、まあ、こんなにねでかい唐揚げが、まあ、軟骨の唐揚げぐらいのサイズになってしまってます。しかもこの 8kg という値すらもはや仮初めの姿、このサイズになってくるとも愛情盛り確定なんで、まあ、実質重量は自由自在です。まあ、ゲームのエンドコンテンツはダンジョンのように、まあ、こっちのレベルに合わせてね敵のレベルが決まる仕様と言っても過言ではないですね。ちなみに気になるお値段はノーマルで1100円、ダブルで1940円、トリプルで3040円、そして男気で5320円です。まあ、愛情盛りがね仮になかったと仮定しても 1g あたり1円を下回っているのに、まあ、内容もねこのご飯と唐揚げが半々ぐらいのね豪華な比率と、まあ、デカ盛り店の例に漏れず非常にコスパがいい値段設定となっております。まあ、味もね申し分なくて大人気メニューである理由が伺えますね。そしてね次に紹介するのは焼肉丼。文字通りご飯の上にね焼肉が乗ったメニューなんですけど、まあ、注目すべきはその肉の量。まあ、ご覧のようにもうね二郎系のもやしかと思うぐらい、まあ、器の限界を試すかのようにねこんもりと盛り付けられておりまして、まあ、器のねすり切りより上のねほぼすべてが具材であることを考えると、まあ、先ほどのね唐揚げ定食同様、白い悪魔のお供に困らないかなり豪華な比率となっております。普通デカ盛り店って、まあ、安くて量は多いけど、まあ、実際はほぼご飯でかさ増しとかも珍しくないですよね。まあそれでもね僕みたいな白飯好きとかはねありがたいんですけど、まあ、結構ねおかず多めが好きって人はお腹いっぱいには慣れても精神的には満足できないなんてこともあるかもしれません。まあそんな方に対してもねこの大量のおかずで出迎えてくれるのがこの二代目エゾ様というお店です。
まあ具材が多いとより重たくなるんで大食い的にはきついんですけどね。そして当然量だけではなく味も美味しいとのことで、まあ、タレの染み込んだご飯の上の牛肉はもう一個一個が超大ぶり、ニンニク醤油がしっかりと効いており、一度食べ出すとご飯をかっこむ手が止まらなくなるそうです。いや僕もね、次来るときはね、もうぜひ食べたい候補の筆頭のメニューですね。ちなみにね、この焼肉丼にも男気サイズがあるそうで、まだ見たことはないんですけども、唐揚げ定食同様重量 8kg はくだらないとのこと。お値段はノーマルで1030円、ダブルで1850円、トリプルで2980円、そして男気サイズで5320円。そうです、重さも値段もね、唐揚げ定食と同じぐらいで、肉の量とか見てもね、同様にコスパがいいメニューと言えそうですね。そしてお次は肉野菜炒め定食。文字通りもやし、キャベツ、人参、お肉、ニラ、キクラゲなど様々な野菜とお肉を炒めた料理ですね。冒頭にも申し上げたように、僕今回初めての来訪なんで、当然ね、この肉野菜炒め定食食べたことはないんですけど、このね、油で炒められることでテカテカしんなりとした野菜たちがとにかくうまそうに見えます。だからデカ盛りしてんのということもあり、まあ、量はねえげつないですね。野菜なんで、まあ、パッと見だとね、あの四天王の中では一番完食楽そうにも思えるんですけど、まあ、一方でね、この野菜っていうのは咀嚼力が必要そうなのと、まあ、結構ね油吸うんですよね、天ぷらとかと同じで。だから実際のところどうなのかは諸説あります。まあ、お値段はね、ノーマルが940円、ダブルが1620円、トリプルが3300円と、まあ、ノーマルとねダブルに関してはデカ盛り四天王の中でも一番安い価格設定です。まあ、量食べたいけど唐揚げとか肉だと後半きつくなるって人はこのね野菜炒め定食がおすすめかもしれません。そしてね、ヤストは2代目蝦夷流混ぜそば、まあ、四天王唯一の麺類で、一般的にねご飯よりも麺系の方がね食べやすいって言われてるんですけど、ちょっとね混ぜそばとなると話変わってきますね。非常にねこってりとしてる上、まあ、水分要素も少ないんで、まあ、焼きそばと同じでツルツルとすることができず、もう麺類の中では非常に難易度が高いです。まあ、唐揚げ丼みたいなね、もうガチガチのこの水分がないね、あのご飯系に比べたら、まあ、それでもまだね混ぜそばの方が食べやすく思うんですけど、まあ、親子丼とか卵とじのカツ丼、まあ、つゆだくの牛丼みたいなお出汁が入った水分多めのご飯物よりは確実ねこの混ぜそば様の方が難しいです。まあ、そんなね混ぜそばなんですけど、当然混ぜそばの中にもいろいろあって、もう入ってる具材とか味付けによっても難易度は大きく変わってきます。では2代目蝦夷流混ぜそばはどんなものかというと、混ぜそさん自慢のねこの巨大唐揚げと分厚いチャーシュー、そしてね肉味噌が大量に乗っておりまして、もう非常にボリューミー。ただこれら茶色軍団のみならず、まあ、サイコロ状のトマトやレタス、もやしも入っていて、まあ、全体的に見るとねこのジャンクさを味わいつつも、まあ、要所要所でねこの野菜たちによって箸休めができて、まあ、最後まで飽きずに楽しめる内容となっております。マジでうまそうですねこれ。デフォルトでトッピング全のせみたいな豪華さです。気になるお値段はノーマルで1140円、ダブルで2280円、トリプルで3450円、そして魂の男気サイズもあって、まあ、そちらはね5560円ですね。これもね機会があればぜひ食べてみたいですね。まあ、以上がね2代目江戸さんのデカ盛り四天王の紹介でした。もうこの時点でねお腹いっぱいになった方も多いとは思うんですけど、江戸様のデカ盛り人流まだまだございます。この四天王が居座ってしばらく経った頃、アディショナルで解禁されたのがこちらの RSK48。 RSK は言わずと知れた有名な大食い YouTuber ラスカルさんの略ですね。ちなみに元ネタは AKB48、 当時まだ結構流行ってましたからね。視聴者様ご存知でしょうか AKB48。いやいや、さすがに知らん人おらんやろって思われた方もいらっしゃるかもしれません。まあ僕もね、そう思ってたんですけど、なんかね、調べたらね、ヘビーローテーションが13年前の曲と判明したんですよね。なんで今僕は慌てて問いかけてます。いや、マジでね、今の小学生の生まれる前の曲ってことになりますからね。ちょっとこれ以上話すと、今後のパフォーマンスに影響が出そうなんで、控えようと思います。さあ、話戻してね、この RSK はラスカルさんがプロデュースしたメニュー、二代目江戸さん名物の
の唐揚げと焼肉とチャーシューをね 2kg のご飯の上に乗っけて、まあ、さらにね目玉焼き5個と大量のタルタルをぶっかけた超ハイカロリーメニューです。まあどこから手をつけてもカロリー、もはやね白い悪魔がオアシスに見えてくるレベルなんですけど、なんとこのご飯にもトロトロのチーズが挟み込まれており、カロリーの隙がございません。まあ、ちなみにね RSK48 ということで、まあ、総重量はね 4.8 キロなんですけど、まあね48で来ることの方が少ないらしいです。まあ、デカ盛り店の店主さんね、あの数字苦手な傾向ありますからね、大体はメンバーが増えて登場するそうです。ちなみにお値段はこれだけの内容にもかかわらず4200円。まあ、シェアも可能で4人で食べた場合1人当たり 1kg 以上食べることになるにもかかわらず、1人当たりの負担は、まあ、1000円ちょっとという超絶最強コスパメニューとなっております。まあ、エイドさんのね美味しいところが一皿で味わえる、まあ、一皿言うてもクソでかいんですけど、まあ、堪能できる神メニューなんで、良ければねぜひ食べてみてください。そして姿を見せたの自体は早かったんですけど、一般メニューとして解禁されたのが意外と遅かったのがこちら、唐揚げ焼肉丼。まあ、文字通りね唐揚げと焼肉を相棒にしたハイブリッドメニューです。まあ、さっきのね RSK と結構内容被るんですけど、まあ、あっちがね 4.8kg サイズ、過去 4.8 とは言ってないしかなかったのに対し、まあ、こちらはねノーマルサイズからあるのが安心ですね。あ、ただ1点問題がございまして、まあ、デカ盛り四天王のノーマルサイズと比較してね、まあ、具材がね2個合わさったことで重量も増えちゃってます。まあ、普通はねこういう系のメニューって元の半分、まあ、ハーフ&ハーフで盛り付けるんですけど、ちょっとねあのデカ盛り店はね数字に弱いんで割り算忘れちゃったみたいですね。あ、おかげでノーマルサイズでも 1.5kg という非常にアブノーマルで殺意の高いサイズになっちゃってます。あ、ちなみにねお値段はノーマルで1400円。そしてねこちらサイズがねあの 3kg 級、 5kg 級、 8kg 級とありまして、まあ、こちらのお値段がそれぞれね 3kg が2600円、 5kg が3950円、そしてね 8kg が5320円となっております。ノーマルサイズの時点ですでに安いんですけど、サイズを重ねるごとにさらにねお得になっていってますね。あ、もう唯一の欠点はシェアですら食い切れるかどうか怪しい量ってことぐらいでしょうか。まあ、唐揚げとね焼肉両方ね堪能できるもう最強のね有能メニューなんで、まあ、こちらもねぜひ良ければ候補に入れてみてください。さあ言うてる間に唐揚げトリプル食べ終わって、残りはねなぜか追加で出てきた餃子と米込み薬味、それとねもともとセットだった冷ややっこや味噌汁のみとなりました。まずはね餃子から食べていくんですけど、これもね唐揚げほどではないにせよ、まあ、結構デカめですね。皮少し厚めでもっちりとしており、ニラとニンニクの効いた旨味たっぷりなんで、めちゃくちゃご飯が進みます。まあもうご飯ないんですけどね。あ、そういやね先ほどいろいろデカ盛り紹介したんですけど、まあこれらを聞いて皆さん、いや挑戦したいけど食べきることができるか不安やわって方もね多いと思います。まあね江戸さんね、お持ち帰りパック購入で、まあ、テイクアウトして OK っていうね紙システム導入されてるんで、まあ心配しすぎる必要はないんですけど、まあ中にはね残す残さない前にそもそも食べるのが遅いから、まあ長時間席に居座ること自体がちょっと引けるって方もねいらっしゃるかもしれません。そういう方におすすめなのが、最初からお持ち帰りして家で食べる方法、すなわちテイクアウトメニューですね。まあさすがね2代目江戸様といったところで、テイクアウトメニューはかなりボリューミーなものが揃っております。例えばこちらの可愛い RSK、 メニュー名からイメージできるように途中紹介した RSK48 のミニサイズになるんですけど、元がやばすぎるからか、店主さんがお茶目だからか、こちら普通に3キロ以上あります。まあ、全然可愛くないですね。あ、ちなみにお値段は3350円。あとはね可愛いドカ盛りっていうのもあります。まあ、ツイッターによるとこれはね巨大な唐揚げ焼肉丼の弁当バージョンだそうで、総重量はだいたい 5kg だそうです。まあ、可愛いとは。あ、ちなみにね店主さんは一人前のつもりで作ったらしいですね。まあ、料金は3950円となっております。まあ、こんな感じでねもうテイクアウトでも容赦がないエゾさんなんですけど、まあ、ちゃんとね一人前、過去一人前とは言ってないサイズもあるんで、まあ、よければねぜひ利用してみてください。
さあ、そしてね、お次に食べていくのが、こめかみわかめ。まあ、江戸さんのね、隠れ人気メニューで、豚のこめかみとわかめを炒めたものになっております。まあ、豚のこめかみって、なかなかね、聞き慣れない部位かと思いますけど、まあ、こちらね、豚の頬肉に当たる部位でして、まあ、1頭からね、わずかしか取れない希少部位です。弾力があって、柔らかくジューシーなのがポイントで、まあ、提供から時間が経ってしまっても、それはなお健在。わかめとの相性も抜群で、白い薬はもちろん、お酒のつまみとして非常に人気が高いそうです。さあ、あっという間にね、こめかみわかめちゃんも溶けちゃって、残りは冷ややっこと味噌汁、そして漬けものみになりましたね。いや、冒頭でね、通常メニューについても紹介するって言ってたんですけど、申し訳ございません、ちょっと時間が足りなさそうです。いや、ツッコミどころ多すぎるんですよね、このお店。あー、てかデカ盛りメニューもまだ全部紹介できてないです。この辺はね、また次回二代目エゾさんに訪れた時に紹介したいと思います。まあ、それではね、最後おしそこ茶そう、まあ、しっかりと回収したら、ごちそうさまでした。はい、ってことで無事に唐揚げトリプルプラスアルファ完食することができました。いや、聞いてた通りも量やばかったですし、まあ、想像してた以上にね、味がうまくて最高でしたね。またぜひお伺いしたいんですけど、まだ本気ではないとのことなんで、まあ、機会と不安が半々。いや、期待対不安1対9ぐらいですかね。まあ、途中紹介したようにね、まあ、いろんな意味でね、コスパ最強で、繁盛してるのもね、納得のクオリティでしたんで、まあ、よければね、ぜひ行ってみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。また良ければ次回もよろしくお願いいたします。さよなら。